はい、ご視聴くださりありがとうございます。はい、本日の動画はこちらのワイヤレスイヤホンキュートミート300ENC っていうね、エプファンさんのワイヤレスイヤホンを紹介させていただきたいと思います。興味のある方はね、よかったら最後までご視聴ください。ちょっと裏をね見てみますね。ちょっとね英語ばっかりでちょっとね難しいことを私あんまりよくわからないので、わかる範囲でね紹介させていただきますね。まず Bluetooth 5.2、デュアルマイク、そして USB Type-C で、重さが約 75g、はい、そして防水かな、で、あと32時間音楽再生が可能ということですね。で、この中で私が一番いいなと思ったのが防水ですね。これがちょっと一番いいなって思った感じでしょうか。はい、それではね、じゃあ早速箱を開けてみたいと思います。はい、こんな感じですごいねちょっとしっかりした箱に入っております。で、色がね、私は今回この可愛いねピンクを選んだんですけど、この他にはブラック、そしてシルバー、そしてグリーンがありましたね。で、私は断然こちらの色が好きなのでこちらを選びました。はい、では開けていきたいと思います。といってもね、一回、充電をするために一度もう開封をしております。はい、なので2度目の開封になるのかな。はい、では開けておきます。はい、なんかすごい、わかりますかね、この高級感があるワイヤレスイヤホンになるんですけど、こちらはね説明書がね入っておりました。これはなんかシートかな、拭くやつかな。で、説明書はね、確か日本語表記もねちゃんとしてありました。で、大体こう海外の製品ってまあ日本語表記してない場合もあるのでちょっと不安だったんですけど、こちらはちゃんとね日本語で説明してあったのでちょっと安心しましたね。わかりやすくね説明してもらってるんじゃないかなって思います。こんな感じですね。はい、こちらはねタイプ C の USB が入ってるのかな。ね、タイプ C ですね。こちらがね本体になります。約75g ということなんですけど、本当に、うん、まあちょっとどっしり感っていうか、うん、まあちょっと重量感はちょっとあるように思いますね。でも私としてはこれぐらいだったら全然軽いのかなっていう印象も受けますね。で、このマットなこの質感伝わりますかね。全然これだったらね指紋もつきづらくて高級感があるように思いますね。で、本体のね裏にはしっかりとね技的認証もねちゃんとついております。なのでね使っていて安心かなって思います。で、ここを見ると4つポチポチポチってあるんですけど、ここに多分充電残量がね表示されるんではないでしょうか。で、裏を見るとここにこのタイプ C をねこう差し込む感じになりますね。はい、では開けていきます。こんな感じです。はい、私の場合はもうすでにペアリングが終わっているので、もう普
蓋を開けてすぐにね使用できるんですけれど、初めてねワイヤレスイヤホンを使われる方はね、こっからねまず最初にペアリングをしないといけないんですね。もう皆様はペアリングの方法をね分かっておられる方もいらっしゃると思うんですけれど、まずこのスマートフォンのね設定からね Bluetooth をオンにして、でその中からリストにキュートシート300っていうねのが表示されるかと思うんですね。そこを確認して接続したらもうそれだけで OK です。はい、ちょっとねこれね外してみますね。こんな感じで、でねこのねイヤホン部分がこの形ですよね。インナーイヤー型となりますね。これだいたいねカナル型とインナーイヤー型とタイプがあるかと思うんですけど、これはもう本当にその方のね好みによると思うんですけれど、私はですね断然ねこちらのインナーイヤー型がね好みなんですね。っていうのは、私はこのワイヤレスイヤホンを使うのはだいたいウォーキング中に使うんですね。その時に音楽をね聞きながらこうイヤホン使うんですけど、このインナー型だと耳の奥まで入れるわけではないので、完全に音が周りの音が完全に聞こえないっていうわけではないんですね。そのカナル型っていうのはこのよくありますよね、カナル型ってこうゴムがかかってるやつ、ゴムっていうかシリコンがねこう周りについた感じで耳の奥まで入れるのがカナル型なんですけど、周りの音が完全に聞こえなくなるのがちょっと私的には不安なんですね。逆にストレスになっちゃうんですね。でこっちの方が私は好きでこっちを使ってるんですけど、でもこれのちょっと、マイナス点を言うと、人のね耳の形にはよるんですけど、カナル型に比べれば外れやすいっていう風にね言われておりますね。であとこれ私の個人的な感想なんですけど、これはね長時間つけていた場合に限るんですけど、ちょっとね耳が痛くなってしまいました。1時間とかだったら全然耳は痛くならないんですけど、でね長時間耳につけてたら私はこの形はちょっと耳が痛くなりました。そのでもカナル型だったらその分ねこのゴムがついてたりするので、その辺は軽減されるんじゃないかなって思いました。まあこちらのね形としてはもう本当に好みですよね、好き好きですよね。で私はでも全然こちらでとても満足しております。でここですね、ここタッチボタン、こう見えるかな、これがそうなんですけど、これタッチボタンなんですけど、これをですね、押すと手動で電源が入れたり電源をオフにしたりですね、だからいわゆるオンオフがこのタッチボタンでできます、手動でね。でその他にこのボタンで、通話したり、あと通話を切ったり、あと音声アシスタントを起動したり、でもちろん曲のね再生やスキップ、一時停止と ねこのボタンで基本的な操作ができます。はい、今ね実際にこちらのエプファンキュートシート 300ENC のワイヤレスイヤホンで音楽を再生して聞いております。結構いい音がしています。重低音が効いてるかな。じゃ本当はですね、違うワイヤレスイヤホンで聞き比べをしたいんですけど、
で、こちら私一応持ってるんですけど、もう実はこれ壊れちゃって使い物にならないんですね。これは確か3コインズで買った1500円か2000円どちらか1500円ぐらいだったかなを使ってたんですけど、もう半年以上使っていたら壊れてしまいました。でもこちらより断然今聞いているエブファンの方が全然音がクリアですね。いいですね。重低音が効いているような気がします。音にすごくこだわりがあるわけではないんですけど、全然いい音で聞けれると思いました。はい、こんな感じで今回はエブファンキュートミート 300ENC のワイヤレスイヤホンを紹介させていただきました。ちょっとね、私なりに頑張ってレビューをしてみたんですけれど、もっとこちらについて詳しく知りたいなと思った方はですね、動画の説明欄に詳しく記載してありますので、よかったらそちらから覗いてみてください。はい、この度はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、先ほどですね、長時間つけていると耳が痛くなるっていうふうにね言っていたんですけれど、これですね、動画をね撮った後に気がつきました。これが一緒に入っておりました。なのでこちらをですね、こちらにつけると耳が痛くなるって言っていたのが、こちらをつけることによってね、だいぶ緩和できるんじゃないかなって思いました。すいませんでした。